今後アメリカへの入国が制限される可能性があります。アメリカのトランプ大統領は28日、新型コロナウイルスの感染者が多い国からの入国禁止措置を中国以外の国にも適用することを検討していると明らかにしました。 CNN テレビは日本と韓国が対象となる可能性があると伝えています。